はいどうも、関西クラクラクラブのコビーです。本日はね、クラン対戦リーグからまたね、よくある配置集というか、こういう配置ね、前にも一回あげたんですけども、まあよく見ますね、これ。海外クランと戦ってるともう特に。で、前はね、タウンホール12同士の戦いで、これをどう処理するかっていう動画を上げたんですけども、今回はね、タウンホール11の方用にも、ちょっとこんな感じでね、一本動画にしてお送りしたいというふうに思います。で、攻めてくれたのはライジングさん。で、タウンホール11の方なんですけど、まあ見てもらってわかるようにね、この配置どう見てもタウンホール12ですよね。当然ギガテスラレベルマックスに加えてイーグル砲もね、レベル3、かつ IT も3本生えてるっていう。で、まあ大砲とかね、そこら辺はタウンホール11レベルなんですけども、まあ圧倒的な格上攻撃ということになりますね。で、まずはね、ちょっとこの全体を俯瞰して1本目は見ていきたいと思います。で、見終わってから、この攻めの注目すべきポイントっていうところにちょっとね、こうクローズアップしながらいきたいと思うんですけども、攻め方はね、クイヒーからのディガー、まあ、いわゆるクイヒーディガーですね。これを、どういう風にこの配置に刺していくかというところがポイントになってくるんですが、まずね、もうクイヒーが、ギガテスラと相対してますね。しっかり今ベビドラでサイドカットをね、8時側やって、でクイヒーを、時計回りにこう回らせてきますね。でギガテスラを処理するところでレイジーで、アジャクイも処理すると。で、そのまま、クイヒーをね、この中に、捕獲の中に入れずに、こうしっかりね、外をこう回していくっていうのはこれうまいですよね。で、ここで援軍も処理できそうなところで、こっちからこのディガーラッシュを始めていきますね。で、まあ、ディガーはね、もう当然壁の中に入れるっていう意図がはっきりありますよね。あるんで、ババキンとペッカでサイドカットをすると。で、援軍の中から出てきたのはこれバルキリーですね。で、バルキリーがもう中央のね、壁のないところをこう縦横無尽にこう走り回ってますよね。これも結構ね、いいんですよ。まあ、こうなることによってディガーがね、しっかりそのバルキリーたちとババキンの集団に挟まれる形になって、壁の中のね、インフェノタワーをこう殴っていきます。で、そのまんま、壁の中でババキンも処理するところできっちりレイジを使うとあたりもうまいですね。で、そんな形でね、ずっと、アシャクイはもう壁の周りを歩き回る。で、ババキンとペッカも壁の周りを歩き回ると。で、壁の中に関してはこのね、ユニットたちにこうサイドカットとしてもらえたディガーが落としていくという、まあ、役割分担が本当にこうしっかりしていますよねっていう形で、もう最後のね、区画に、まあ、結構なユニット数をもう残してますんで、もうこれはもう見てわかる通り、まあ、全開ということですね。いやね、やっぱこの攻め方ってどう言ったらいいんですかね、慣れないんですよ。本当に壁をね、使って陸ユニットを進めていくっていうのがまあ一般的なんですけど、こういう風にね、壁をあんまり使わないとユニットがどこにこう向かっちゃうのかね、すごい動きが読みにくいですよね。で、読みにくいんで、意図しないところにユニットが流れて結果失敗するっていう、まあそういう相手の失敗をね、これはもう誘発させる攻め方と守り方なんですけども、これね、逆に言うと、弱点だらけなんですよね。そこさえちゃんと掴んでしまえば、割と全開取れるというか、ちょっとね、見てみましょうか。この弱点に、スポットを当てながら、このライジングさんの攻めのポイントを。まず、このクイヒーですよね。で、クイヒーに関しては、これね、あえてここの中とか入れないわけですよ。例えばこういうところ、ほんと入れたくなりますよね。まあ、シングル IT があるんでね、ここは厳しいけど、この中とか。あと、アチャクイここに入れちゃえば、ここ全部こう、クイヒーで壊せると思うじゃないですか。だけど実際は入んないんですよね。この辺のサイドカットが不十分になって流れちゃってバラバラになると。だったらもうクイヒーはね、流しちゃえと。あえて流してリスクを入れ、含めて中に入れないんですよね。じゃあ中、これイーグル砲をどう処理するかっていうと、これがね、適材適所の2つ目ですね。1つはアシャクイを外周回らせる。2つ目はイーグル砲ってここ守る施設があんまないじゃないですか。ないから、じゃあね、バスターが別にそんなダメージ食らわないだろうと。この範囲にもギリギリ入るかどうかだし、なんでバスターで殴り開けちゃおうっていうんですよね。この発想すごいですね。これバルーンとかだったら結構ね、エアスイにやられたりとか、このアチャクイがいたりして結構簡単に落とされちゃうんですけど、ウォールバスターならそう簡単に落とされないですからね。で、こちらもね、もう一つうまいのはやっぱり
ギガーっていうね壁を無視するユニットを使って中に入れていくと。これねホグを使っちゃうとホグが突っ走りすぎてこっちのサイドカットが割と間に合わなかったりするんですけど、まあ、ディガーならゆっくり行くんでね結構この連携が綺麗になりたっていうのが分かりますよね。でまあ言わずもがなこのバルキリーもうまいですよね。あの壁この辺当然全然ないんでバルキリーが出てくれば当然こっちにこう通路に入っていってねこの壁の間隔からして入っていってどん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 ねこの壁の隙間のところを埋めてくれるのが分かりますよね。でもう一点はこのライドラ、やっぱりねこういうあの壁の中に施設をちょこんと置いて周りを離すとリスクとしてね壁の外にこう施設を密集させないとどうしてもならなくなっちゃうんですよね。ここを逆手についてライドラを出すとガンガンストレージを壊してくれますね。で当然ストレージも壊しながら防衛施設も壊してくれるんですけど、これはねすごい利点があって何かっていうと外を回っているペッカやバーバリアンキングがピンピンして攻撃が来てますよね。これねライドラがしっかりこの辺削ってくれたからなんですよ、こういうところを。なんで立ち止まらずどんどんババキンとペッカが進めているから終盤までこうしっかり生き残っているわけですね。でこいつらが生き残っているからこそディガーもねしっかりこの壁の中に入ったりしながら、必要な施設を壊してくれて、で最後のこの壁の中のインフェルノタワーを壊すまでしっかり、ね、十分な、ね、数がこう生き残ると、まあ、いうことになりますね。この攻め方ねまあ結構うまいですよね。しっかり相手の配置にこう合わせてね一個一個の打ち手を考えている。ちょっとまあもう一回ねザクッと流しながら見ていきたいと思うんですけども、まあね前も言ったかもしれませんがこういう配置ってとにかく今までの、一般的なね、例えばクイヒーボーラーとかゴレホグとかねいう戦術でやろうと思うと結構ミスります。やっぱりミスる理由はこういうところにねユニットを流し込みにくいんですよ。ゴレを入れたりとかねアシャクイクイヒーをねここに入れたりとか、まあ、当然こっちもそうですよね。すっごい難しくて無駄にサイドユニットにサイドカットにユニットいっぱい使ったりとかして、ユニットのね消費量を上げちゃうっていう、その結果あんまり戦果は上がらないとかね、そういうその、なんていうんですかね使ったユニットに対するリターンが少ないような攻め方になっちゃうんですけど、それをねあえてしないで自分の基本戦術は一回捨ててですね、もう相手の配置に合わせて、ここだったらさっき言ったようにもうインフェとかがないからもうどんどんバスターのねパンチでこう殴り壊していくとかね、クイヒーだったら中に入れずにもう外を歩かせるとかで、こっちにしっかりねペッカとババキにサイドカットして中はディガーに任せるとかね、こういうもう完全にもう適材適所ですよね。このバルキリーもそうですけど、こういうね攻め方っていうのは結構まあ言ったらいいかな、まあその発想力は必要なんですけど、下手にね自分の持ち戦術っていうのかなにこだわりすぎて攻めるよりは絶対にこういう配置に対しては戦果が上がりますし、持ち戦術でね無理くり攻めようっていう風にあがきすぎるとこれも相手の思うツボになりますんでね、ぜひここは、まあ、見かけた場合にはね、とにかく相手の配置に合わせたユニットの使い方というのをしてほしいなと思いますね。まあ一つおすすめはライドラですね。ライドラこういうところとかも削れるし、まあ、こんなところもねライドラ1本ポンと出せばこの辺多分全部こう削ってくれますよね。こういうところで対空砲も大体なんていうのかな、全そのベースの全範囲をカバーできるような対空砲の接触の仕方はできないんで、どっかに必ずライドラの穴がありますから、そのライドラの穴をねきっちりついて、使っていくと、まあ、そうすると、まあ、防衛施設をね壊す量はそんなに多くなかったとしても他のユニットが進軍しやすいね、壊し方っていうのができるので、まあ、こういう配置には、まあ、1個ライドラっていうのがすごい刺さるかなというふうに思いますね。まあ、あとはホグとかディガーとかねが、壁を無視できていいので、こいつらをどういうふうに生かすか、他のね今言ったライドラとかクイヒーとか、まあ、いろんな戦術を織り交ぜながら、やってみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも遊びに来てください。というところで本日は失礼します。バイバイ。